足入れてきて超振ってます。一番大切なのはここに手を入れて相手に完璧に組ませない。でこの足を見てほしいんですけども、こういう風に組んでた場合左足が上ね、だから僕もディフェンスしながら、これが最初の手段です。外れますか。あるいは彼がこう外れてた場合、オープン、こうなってた場合でも、まあ、こうやってやって決まることはありますけどね、それよりもこうなってた場合、この足を引き寄せてディフェンスをして、こういうふうに外れますか。これはここが痛いですね、ツボね。で彼がこの手を引っ張ったらディフェンス持ち替えて、こっち持ってったり、こっち持ってったり、で彼がポーポーミー引っ張ってこうできない場合、引っ掛けて持ってきて、でここでこう、あるいはここからアキレス腱が頭に入ったり、こういう入り方がヒールホールね。で逆の場合はこっち行った方が詰まりやすいですね。でこれヒールホールで入る時もただこうやってやったら入らないんで、こうコントロールして、コントロールして引っ掛けてこうやれば楽ですね。あるいはストップしてこのままこういってもできますし、あるいはこれを彼が蹴って離してる場合、キック、これバリーしてロックしたり、こっからこういうに引っ掛けてこういうふうに引っ掛けたりできます。あるいはユアキュレスミアキュレスロック、こうやられた場合、まずこの足をこういうふうにディフェンスして、できればちょっとずらして、でここをシュッ、あるいはこの足がこうなってた場合、ここに入れてこうやれば決まりますね。であるいは彼がストップレッグやった場合、こうなってた場合、こうなってた場合、ここに入れてでこうしたら決まります。まあこんなのがありますね。これがあの2番目の基本技です。ここからこういった場合、彼がこの技に入った場合、入った場合ここをこういうふうにしてカウンターと、あるいは袈裟固めの場合、袈裟固め一番最初はここにスペースを空ける、スペースで、もしエンプティーハンドの場合はここでこうやってこうやってやっても決まるし、ここでこうやって止める、ストレートアーム、あるいはもしブリッジできるなら自分の体をややこっちに寄せてよし、ここに行けますよね。あるいはこっちの足にこっちから引っ掛ける場合はこうやってやっていけば入りますね。あるいは引っかかんない場合、はい、If I cannot walk I cannot walk、 こっちにはこういうふうにしていけば取れます。まあ、これ基本的なあのエステップですね。あるいは彼がこうたりこう潰した場合、ガブった場合、ね、一番大切なのはここにもしスペースがあったらこれで終わっちゃいますから、彼はもうちゃんとできますからね。で彼はちゃんと守ってますよね。でこれを浮かせるにはここを押せる、あるいはで一番大切なのはここをメイクスペース、ここ大きなスペース、箱を作ってここはノースペース、彼の体を、ま、自分が前に行くんじゃなくて彼の体を引き寄せます、穴の中にね。あるいはこう行きたいんだけども彼がレジェストして逆行こうとした場合、こういうんですこういうんです、あるいはこっち取って、あるいはこう決めたりします。まあ、クローダーの組み仕方はたくさんあるんですけども、ここからメイクスペースして引っ掛けてこの腕を決めたり、スイッチレッグしてこういうんです、あとここからアンピットアンパー行ったりエルボーに行ったり、例えばこの場合でも彼がレジストをした場合、グッとホールディングした場合、グッと回っちゃってそれでここで決めたりします。あるいはこれでスイッチした場合、結婚でこれぐるっとなんていうんですか、レジストした場合離れない伸びない場合、ちょっとこのチキンに決めちゃうとか、まあいろんな技があります。あるいは浮かして足をフックしてレッグロック決めたり、座って決めたり、寝かながら決めたり、そうするとこっちの足が浮きますからキャッチしてレッグ押さえちゃって、あるいはロック
まあ、こんな感じでいきますね。